とにかく足を出して狩りに行くボールを。でこれが筑波大学は得点を取れなくなっても勝てるようにチームを助けたプレーなんです。前期はスペインみたいな攻撃的なサッカーだったんですけど、後期になったら 1-0 で勝つみたいなサッカーになってったんですよね。こうしながらディフェンスする、これなんかトレーニング方法とかあるんですか、はい、これがもう今筑波で大ヒット大ヒットしてとかで中井先生もめちゃめちゃこれやってるんで、守備がめちゃめちゃ良かったってチームの選手にみんな褒められてたみたいですね。ゴー逆いい、毎日の練習のもうルーティンとして組み込んでやっていく、いやそれがもうベストだと思いますけど、でそれが結局その足を出す守備の練習なんだけども、攻撃のドリブルの練習と逆行くのと同じ動きなんで、竹下さんがやってるアウトでこうやって持ち出す動きと取って一二って出るのと一緒なんです。結局攻撃陣が進化すればキーパーも進化するし守備陣も進化するよっていう話なんですよ基本は。でそのまさに筑波の高山ゴールキーパーが言ってたんですけど、とにかく僕の蹴り方は最後の最後まで動けない。なぜかというと、こう構えた時にじゃあファーサイドに巻いて蹴りますよってなった時に、この状態から最後キーパーがこっち動いたらこっちに軸足さえ早く抜けばこっちに変えられるように作ってあるんで、だ最後の最後までどっちにも蹴れるようにしてあるのがまあ僕のキックの特徴なので、まあ高山先生実際言ってましたけど、どういうボールにも対応できるような姿勢を保てるようにギリギリまでだんだんなってきたっていうふうに言ってましたね。あと権田選手が日本代表シュート練習やると、やっぱ久保選手は同じフォームで遠いフォーム近いフォームを打てると、さらに強い弱いも分けられるからめちゃくちゃ難しいって言ってて、それはまさに中西さんのおっしゃってる理論ですよね。ファーにもニアにも蹴れる、強くも弱くも蹴れる、キーパーとしてはもう最後の最後まで我慢してまず動かないってことは前提なんだけど、そのファーにもニアにも強いにも弱いにも反応できるような姿勢で待つっていうキーパーにならざるを得ないじゃないですか。だから攻撃陣が進化すればキーパーも進化するし守備陣も進化するよっていう話なんですよ基本は。でこの遠い方と近い方を蹴り分けるのの遠い方を打つフォームで打つってことですね。で軸足、基本そうです。で軸足抜きでニアに打てるから、そこがミソ、そこはミスでもある、はい、だ軸足抜きシュートを学ばないとできないですか。まあそれの方が一番効果的に打ち分けできますね、まあ、先日も内野選手、筑波大学の期待の新人なんですけどね、アンダー22にも入っている選手なんですけど、まあ、彼とも話してて、でシュートが決まった瞬間があったんですけど、その瞬間に彼に僕聞いたんです。終わった瞬間すぐニアに打とうとしたの、はい、でもニアコースなかったんでキャンセルしました、キャンセルしてニアを見せながらファーに打ちましたって彼言ったんですね。だからキーパーはこっち側意識しながらこっち側飛ばなきゃいけないから、そんなギリギリじゃないところでも綺麗に決まったんですね。それはやっぱ最後の最後までこっちに可能性を持たせた状態でこっちに蹴ったからなんですけど、その時も彼はこうボールを最後打つ瞬間に一回テイクバックして、これで、あ、いや、これ、あ、これダメだ、あ、このままだと決まらないと思ってそのままボールを転がってたんですけど、でもう一回でもう一回蹴り直したんですよ、軸足をもう一回置き直し蹴って逆に蹴ったんですよ。言語化するとまた再現性が出るじゃないですか、あ、こうやってやれば逆にいけるんだなと か、そういうことが、まあ、この3まででほぼやればできるかなっていう。その遠い方と近い方の内訳って意味ではシリア戦の久保選手のゴールは分かりやすい例かな。いやもうあれもう完全そうですね。あれを解説していただいてもいいですか。あの時はシリア戦のゴールキーパーってすごくそのいい、まあそんな悪くない位置に立ってたんですよ。でしかも映像を見てみるとゴールキーパーこう両方ともちゃんと飛べる状態作ってたんですね。だけどニアへの反応が遅れたんですよ、うん、久保選手はカットインしてきて、左からこう久保選手は右サイドからカットインして入ってって、でファーサイドに打つような体の向きは作っておいて、最後軸足置いてニアに切り替えてニア抜いたんですよ。で映像見てて分かるんですけど、キーパー反応ちょっと遅れてるんですよ、まあ、これがまあ一つこの後出てくるこの思考が自動化の邪魔をするっていうのが、まあ気づいた部分っていうか、キーパーも
ああ久保選手こうやって守ってて、でカットインしてきてファーに打ってくるシュートめっちゃイメージしてると、そういうゴールがいっぱいあるから、うん、過去ね。でも姿勢はちゃんと右左均等の体重で、しかもポジション的にはそんな悪なポジション立ってたんですけど、やっぱこっちに思考が来てるから、こっちかなと思ってこう姿勢はいいけど頭は山張ってる感じなんですよ。だから飛んできた時に反応が一瞬遅れたんですよ。全然触れなかったですよ、ね、結構距離のあるシュートでしたもんね、うん、そう、それでもね、そう、うん、実は思考は邪魔もするんですよ。自動化の今やっている筑波の練習の中でいうと新しい練習なんですけど、これあのなんでそうなったかというと、基本的に攻撃って能動なんですね、動きが、うん、自分本位でこうやって動いていくじゃないですか。自分がこうやって仕掛けてこうやって行ってこう行ったりとか、自分の思考でこうやって行ったりとかするわけじゃないですか。守備はこうこれできないですよね。あと相手がこう動いたのに対してどっち来るか分かんないのに、 今の動きに対して対応しなきゃいけないんで、だつまり読みが入っちゃうとそれ再現性ないですよね。大事な一番大事なところで読んだ動きによって逆取られたらしたらもうおしまいじゃないですか。だからとにかく守備は反応なんで、これ自動化の邪魔をさせないために普段は思考しながらディフェンスをするっていうことをいつも選手に言ってるんです。それどういうことかというと、僕よくこういうふうにボールをこうキャッチしてキャッチしてキャッチしてゴーっつったら、このボールに対してこう寄せる練習してるんです。このボール取った瞬間にゴーって言われるって頭の中に意識がないとゴーできないんです。寄せられないです。俺がゴーって言ってもあゴーって言われたはい行きましょうってなる選手が結構いっぱいいるんですけど、最初から言われたらゴーって行くぞと思ってたら取ったゴーすぐ出るじゃないですか、出れるじゃないです か、 だからつまり選手には守備は必ず足を出すが A で、 B は足を出さないなんですけど、出すことをキャンセルしろっていう思考にしなさいって言ってるんですよ。常に出す準備して、日本人ってそうじゃないんです、全部抜かれたくないから、自分が守備した時に自分がかわされたら自分の責任になるんで、みんな下がるんですよ。だそうなるとディフェンスが全部下がりますよね。リスクがより大きくなるだけじゃないですか。でも通る、あ相手が動いた足出す、したら相手横にしか行かないですよね。で横に行って横にもし外されたら後ろの選手か横の選手が来るんで、相手は前に行けなくて、しかもボールを失う確率高いんだから、ボールの前の選手はチャレンジした方がいいんですよ。でこれはすごい僕はまあ今守備で大事なことだと思ってて、分かりやすい例で言うと世界的に言うとメキシコの選手みたいな、南米の選手みたいな、とにかく足を出して狩りに行くボールを、でこれが筑波大学は得点を取れなくなっても勝てるようにチームを助けたプレーなんです。実はもう夏にみんなもうボール取ってゴー、ボール取ってゴーの練習ばっかりしてて、常に足出す気満々で出すのを毎回検査して、いつ出そういつ出そうって、今までの日本人抜かれないでしょ、抜かれないでしょって、下がろう、取れないですよね。抜かれないし取れない、自分には責任はまあ来ないけど、チーム全体が下がって最終的に押し込まれてゴール前で大きなピンチ招くこといっぱいあったと思うんですけど、世界の今のディフェンスってそうじゃないので、まあそれをやったことが筑波後期7勝1分け4失点しかしてない、常に足出そうとしてるんでバッて出るんで体にボール当たりまくりですよね。でみんな大体右足は出せるんですよ、利き足だから、左が出ないんですよ。でじゃあ右利きと左利きどっち多いのって言ったら右利き多いじゃないですか。で左が出るのならほとんど全部シュート僕です。筑波の選手で守備陣で左足出ない選手いないですよ、今みんな出ます。で筑波は前期はスペインみたいなとかブラジルみたいな攻撃的なサッカーだったんですけど、後期になったらイタリアみたいな 1-0 で勝つみたいなサッカーになってったんですよね。そうです、守備がすごい固くて、へ、相手が攻められないみたいな、てか相手も研究してくるんで、いろんなことをこっちの攻撃も研究してくるじゃないですか、最後3試合 1-0 ですからね、 1-0 で最後終わったんで、それがやっぱりこう守備で足が出る、右足も左足も出せる。で神戸に内定決まってるキャプテンの山内選手とかはもうむしろ今左足の方がボールが取れるっていう、これ思考しながらディフェンスする、これなんかトレーニング方法とかあるんですか、はい、これがもう今
筑波で大ヒット。ヒットしてとかですか。あとね、これゴールキーパーにもこの間やったんですけど、ゴールキーパーも楽しいってみんな言ってましたね。それ教えてもらえるんですか。本当居残り練習で毎日のようにやってるらしいです。教えてもらいましょうか。ちょっと、はい、はい、ちょっと佐々木さんでもできると思うんで。ちょっと頑張ってください。ちょっと自信ないですけど。早くとかじゃなくていいんで、はい、その予測しないで。予測しないで。思考が自動化の邪魔をするっていうところで、はい、まさに書きましたけど、はい、守備は反応なんで予測しちゃうと自動化の邪魔してしまうんで、ただ単に僕がボール左右に投げるんで、はい、投げた後に例えば左に投げます。はい、その時にゴーって言ったらボールに足を寄せてください。こうですか。そう、はい、左は右で踏み込んで左足を出す、はい、だから踏み込んで左足出してボールにゴーと、そう、はい、ボールに寄せる。右は右踏み込んで、でボール取った時に左足を踏み込んでボールに寄せる。左足を踏むとこうですね。そう、はい、その時にポイントは、まあ、何度も言ってますけど、ドリブルの時と同じで守備も肩が傾くと、はい、こっちにボール行ってボールキャッチして下がってしまうとこっちに行けませんよね、はい、もちろんここにチャレンジするのが目的なんですけど、うん、肩は平行のまま出てって、でそのままゴー、うん、平行トレーニングが生きるわけですね。そう自動化してペットボトルのトレーニングが生きるわけですね、はい、じゃあ行きますね。そうです結構難しいですね。取るときになるべく着地とキャッチを同時に、でその時に肩平行、はい、で同時にですね、はい、逆足を軽く浮かすっていう動きをちょっと入れてください。そうで口を閉じないで、はい、口を、はい、いろ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 やること、マルチタスクなんで。マルチタスクですからね。はい、いきますよ。そうはい、口がまた閉じてますからね。やっぱ力んでるってことですね。そうです、力むっていうかね、調整してるんです体が。はい、そうで僕がゴーって言ったらボールに行ってください。そうですはい、ナイスです。ナイスです。ゴー。そうです。はい。その。ああ、はい、これを。いきますよ。そうです。逆。ってなるとこっちに行かなきゃいけない。こっちに行かなきゃいけない。それがやっぱね、みんなできないんですよね、最初。ああ、逆。逆の場合は。そのまま取って、ああ、これですか。逆のままそのまま取って、でそのままこっちに行くんです。あ、それはこっちに行く、はい、逆こっちでこっち、そう、はい、その時に肩が下がってしまうとこっち行けないですよ。だから平行にこう動いてて、こゴーもできるし逆もいけるしっていう状態を作るのがポイントで、そういうことですね、はい、だから脳が渋滞するんですよね、選手はみんな。面白い。木崎さんもやってみませんか。じゃあ中西さんにやってもらっていい例を。そうですね、はい、いい例をです。いい例を。はい。ゴーっていう感じです。ちょっとすいません。いや、いいです。逆っていうふうに。そこ、常にこういうふうに。ゴー。逆っていうふうに。無駄なく動けるように。プロって感じですね。これプロもう綺麗が違いますね。綺麗がもう恥ずかしいですもんね。これサッカーのトレーニングと思えないんですよね。だからボールを蹴ってないわけですから。はあ。これが守備にめちゃくちゃ効くっていう。はあ。キーパーもめちゃめちゃ効くって言ってましたね。これは。でこれ利き足が右だとやっぱこっちが苦手ってことですか。そうです。結構右利きの選手はこういった時のこっちの動きが苦手だったりするんですよね。でキーパーで言うとこの間やってたのは取ってでそのままここに相手の選手が来た時のためにこう寄せるっていうこういうトレーニングやってたんですけど、こう取って寄せるってこういうトレーニングやってたんですけど、それも結構キーパーにとっていいみたいですね。キーパーもこっちとこっちで癖があるみたいで、やっぱり両方とも左右差ない方がやっぱいいみたいなんで、自分の中に叩き込むためにどれぐらいトレーニングするといいんですか。これもう毎日基本としてやってるんですか。いや毎日やこれ本当難しい話なんですけど、結局技術って毎日磨かないと曇るんですよね。ガラス、窓ガラスもそうじゃないですか。毎日こう拭いてないと曇りますよね。だから毎日ひたすらこうやり続けてないと一定のレベルのパフォーマンス出すの難しいかなと思います。
だから筑波の選手も毎日僕がいない日もやってますし、だからこうちゃんといつもこういう状態で待ってる、どっちにも行ける状態になってればいつでも足出せるし、こっち行こうとしてもやめてこっちにも行けるし、キャンセルもできるし、でさっきの置き方だと極論言うとこっち側に動いてゴーって言われてこう出た後ももう一回こっからもう一回出るんですよね、伸びるんですよ足が2段階で。で中井選手今ラージマカナホンドにいるんですけど、先日スタメンで75本出たんですけど、その時はやっぱ守備がめちゃめちゃ良かったってチームの選手にみんな褒められてたみたいですね。で中井選手もめちゃめちゃこれやってるんで、利き足じゃない方の足もすごく速く出るし、出した後も逆も出るし、うん、もうすごくやってて良かったなって言ってましたね。うん、じゃ毎日の練習のもうルーティンとして組み込んでやっていくっていうのがいいってことですね。いやそれがもうベストだと思いますけどね。はあ、でそれが結局その足を出す守備の練習なんだけども、攻撃のドリブルの練習と逆行くのと同じ動きなんで、すごい面白いんですけど、筑波の練習は最近こうやって両方ともこうやってボール置いてあるんじゃないですか。で佐々木さんがここにいて、佐々木さんがここにいてください。はい、木崎さんがこれボールこうやって投げるでしょ。はい、で投げて佐々木さんがボール取るじゃないですか。取って、はい、でゴーって言ってください。ゴーでこれ来ると その瞬間に僕がここからこうやって運んだりするんですよ。うんうんうん、だからゴーって言った後にもう一回ずれないと足出せないっていう状況を作ったりとか、もう一回いかなきゃいけないですね。そう、あとは もう一個別のパターンがあって、ここに守備の選手がいて、佐々木さんがこう守備の選手じゃないですか。はい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 、で僕がボールこう取って、うん、で俺がこうやって仕掛けるんですよ。でこっちが守備やるんですよ、うん、っていう練習もやってるんで、ここでこの選手がでこっち行ったりとか、逆に行ったら動けないじゃないですか。そういう練習もしてるんで、もうめちゃめちゃ練習が進化してます。攻守のあれがバージョンがあるんですね。だ結局今やってる動きも同じじゃないですか、うん、このさっきやった動きと、うん、竹下さんがやってるアウトでこうやって持ち出す動きと、ここに取って1、2って出るの動き一緒なんです。結構結局ここにボールがあるかないかだけなんで、だ守備やったら攻撃も上手くなるし、だこれ取るときもやっぱあの地面を掴んだ方がいい。この膝が前で出ちゃダメ。あ、それはそうです。それはそうです。こう、ま、毎回、ま、オートマティックに足の指が地面が掴めればね、膝が前に出ないんで力逃げないんで、そっちの方がいいと思います。だからもう攻撃も守備も完全にセットに、リアクションもアクションも同時にできる練習なんで、すごい筑波の選手たちはこれをよくやってて、でさっきやってたこのまさに頭の中を渋滞させるトレーニングじゃないですか、これ。だって逆行くか分かんないし、ゴーか逆か分かんないし、ゴーした後もどっち行くか分かんないし、はい、でみんなこうやって取りに行った時に逆って言われて2秒ぐらい止まった後こっちにこうやって出るかしてて、でそうするとみんな結構 Windows2000 になってるよみたいな、うん、OS が昔の OS に戻ってるよって。今の若い人はそれで分かるか分かんないですけどそう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 。でこの面白いのはこの単純な動きなんですよ。こうやってジャンプしてでゴーってこう行くだけじゃないですか。で何も負荷がなければできるはずなのに、逆があると思うとその動きが膝がガクってなっちゃったりとか、急に姿勢が崩れるんですよ。面白いなと思って、ここがダブルタスクで負荷がかかるといつもの動きができないんだなっていう。フリーズしちゃいますよね。そう、だから結局何してるかって言ったら頭の中を渋滞させてマルチタスクにしてるんです。これも完全に守備で常にいつもゴーで、5をキャンセル、取る、5をキャンセル、取る、5をキャンセル、5ってやったら出る。で、相手が動かしたらまたさらにずれるみたいな。で、選手たちみんな見ながら、周りで選手見てるんで、失敗したらめっちゃ笑われるんですけど、自分がやったらできないみたいな。やっぱり見られると、この負荷がまたかかる。これがね、また難しそうなんですよ。失敗したくないっていう意識が入ると、これがなんか見られることの実は作用っていうのもあるなっていうのよく分かったんですけど、みんなこう、筑波の選手がこうやって見てる前でこうやって、こうやって残り練習をみんなしてるんですよ。で俺がボール投げてるんですけど、でみんな逆って言われて2秒ぐらい考えてこっちに動いて押せよみたいな。これがまさに思考編ですよね。だから技術と思考がセットにならないと、さっきのゴールキーパーもそうですけど、いい姿勢でも右と左に行ける状態を作ってても意識がこちらにあるだけでこっちに飛べないっていうか、一瞬反応が遅れる、それでゴール決まっちゃうっていうことの分かりやすい例だと思うんですけど、だから思考が自動化の邪魔をするのをそれも外さなきゃいけない。まあ、理想は思考がまあ自動化をまず助ける、体に技術をすり込んでいくっていうのが大前提なんですけど、
まあ、そこがあった上でこの逆の思考が自動化の邪魔をするっていうのをどう排除するかみたいなこともやった方がいいですね。はい、いやよく分かりましたね。最高の姿勢を取れてるのに体が動かないことがあるんだなっていうのを練習見ると分かるというか、めちゃめちゃ重心高くていい姿勢でどちらにも動けそうなんですけど、思考がこっちに行くっていうことがちょっとの頭にあるとこっちに行くのはやっぱ必ず遅れるんですよ。で究極はやっぱり無意識、いつの間にか口が力んでるっていうの気づきませんでしたね。それ面白いですよ ね。あれはもうみんななりますね。みんななるんですか。はあ、そうなると一回ここでってなるともうこっからこの後動くのがやっぱりロックしちゃうんで、自分のその体の動きで止めるっていうことをなるべく僕ブレーキかけたくないんで、それがこうなったらすぐ出ますか、すぐ出ますか、これがもうちょっとここからもう動くのがこうなってあっみたいなになるんで、筑波の山内翔選手は口警察って言ってましたあ、僕のことを、仕掛けられない、足を出せない、そのリスクを犯せるようにするためのメソッドなので、ズレだけ作れれば最後はキャンセルで外せるんですよ。攻撃が基本能動なん で反応の方も磨けんだぞっていう。思考は勇気ある行動の方を基本にしておいて、なおかつそれをキャンセルできるようにすれば、まあ、ただ無謀にもならないし。そうです、中井卓弘選手がいたんですけど、試合は意識しなくても大丈夫、勝手に体が動くぐらいまで日々自分の体にこの動きを刷り込んでいるからって言ったんですよ。佐々木さん、あのキャンセル得意そうですよ、仕事上。キャンセルしすぎて、はい、結構みんなに迷惑たくめちゃ受けてます